ダリア・ビロディドは、ウクライナのキエフ出身の柔道家。階級は4 8ラム級。身長1 7 2センチメートル。得意技は内股、大内狩り、三角からの方上四方型。父親は2005年の世界選手権7 3ラム級で3位となったゲンナジー・ビロディド。両親がコーチを務めている。大会になると、コーチ席には、 母親のスビトラーなクズネツワがつく。母親はあらゆる点で多大な影響を娘に与えている。当初、父親は娘に柔道をやらせたいとは思っていなかった。両親とも娘を新体操の選手にさせたいと思っていたこともあって、奥さなグツイトの下で新体操を習っていたが、グツイトがテレビジャーナリストに本格的に転身してしまった。そのため、両親が稽古を積む。 柔道上に顔を見せるようになると興味を抱いて柔道を始めることになった。6歳の時だった。子供の頃は男子とも喧嘩するなどして恐れられていた。8歳の時からはヨーロッパ各地の国際大会にも出場して活躍するようになった。2015年にはヨーロッパ科で4 4ラム級で優勝すると17歳以下の世界一を決める大会である世界。 派手では最も重要な一戦だったという、準々決勝において、いがらしりを指導にで破るなどして、2011年に 70kg 超級で優勝した、朝日奈さらにわずか3日及ばないだけの史上2番目の若さとなる14歳299日で今大会の優勝を飾った。この時点において、日本で2度ほど稽古を積んでいたので、日本選手の特徴を把握していたという。 2016年には階級を 48kg 級に上げるとヨーロッパカデで2階級制覇、ヨーロッパジュニアでも優勝した。将来スポーツジャーナリストになりたいこともあって、2017年には、キエフ大学のジャーナリズム学部へ入学した。一方で、カームヤネツェポジーリシクイ大学の体育、スポーツ学部にも所属している。3月のヨーロッパオープンプラハでは、初戦で、 ブラジルの小山アリサを、北条司法型で破るなどして優勝した。4月のヨーロッパ選手権では準決勝で、ロンドンオリンピック3位であるハンガリーのチェルノビツキ、エーバを GS に入ってから、技ありで破ると、決勝でも、ロシアのイリーナドルゴワに、主導2でリードされながら、GS に入った直後に払い巻き込みで技ありを取って、1991年に61。 キログラム級で優勝した、ハンガリーのナジジュジャの15歳197日に次ぐ、史上2番目の若さとなる16歳192日で、今大会の優勝を飾った。7月のグランプリフフほどトでは準々決勝で、イタリアのフランセスカ・ミラーニに GS に入ってから、反則負けを喫して3位だった。8月の世界選手権では3回戦で、カザフスタンのオトゴンチェチェグ・ガルバドラフに、 総エリりりで破れた。11月のグランプリハーグでは、決勝で世界選手権3位となったガルバドラフを GS に入ってから、小内刈りの技ありで破って、アイフワールド柔道ツアー初優勝を飾った。この時点で、普段の体重は 50kg あるかないか程度だった。また、2009年の 60kg 級世界チャンピオンとなったゲオルグリザンタラやとも稽古を行っているという。 2018年1月のグランプリチュニスでは、オール一本勝ちで優勝した。2月のグランドスラムパリでは2回戦で、ロンドンオリンピックで優勝した、ブラジルのサラ・メネゼスに反則勝ち。準決勝では、世界チャンピオンのトナキフーミナミを、大打ち狩りで破ると、決勝では、韓国のカン、ユジョンに、背負い投げで技ありを選手されるも、工場志望方で逆転の一本勝ちを収めて、 優勝した。続く、グランドスラムデュッセルドルフでも、決勝でチェルノビツキを内股で破って優勝した。6月のヨーロッパカップセリエでは準決勝で、ヨモギタトモカを合わせ技、決勝では、坂口ひとみをあざありでそれぞれ破って優勝した。7月のグランプリザグレブでは準々決勝で、ガルバドラフを大外刈りで破ると、準決勝では、トナキに小内ち�りを仕掛けて、 両手で尻餅をつかせたため、新ルールの規定により技ありを取って勝ち上がった。決勝では、ドルゴワに反則勝ちして優勝した。9月の世界選手権では準々決勝で昨年、敗れたガルバドラフを合わせ技で破ると、準決勝では、リオデジャネイロオリンピック金メダリストであるアルゼンチンのパウラ・パレトを大内狩りの技ありで破った。決勝では、トナキを 大内刈りで破って、田村良子の18歳27日を超える、史上最年少の17歳345日で世界チャンピオンに輝いた。なお、ヨーロッパの選手がこの階級で優勝するのは1991年に、フランスのセシュルノバックが優勝して、以来27年ぶりのこととなった。さらには、旧ソ連の女子選手で、初めての世界チャンピオンともなった。 優勝後のインタビューでは次のような青写真を示した。私はだいたい25歳続け、その後は他のことをしたいです。私の人生は柔道だけで終わりません。家族を持ちたいですし、専門を変えたいとも思っています。10月の世界ジュニアでは2回戦で技ありでの勝利だった以外は、すべて一本勝ちして決勝まで進むと、57。 キログラム級世界チャンピオンの吉田司の妹である、吉田誠を内股で破って優勝した。これにより、高藤直久、近藤亜美、朝比奈さらに次いで、世界下で、世界ジュニア、シニア世界選手権の3カテゴリーを制覇することになった。また、女子では2014年の近藤亜美以来2人目となる、同1年に、ジュニアとシニアの世界選手権を制した選手にもなった。さらに、 国際大会は8連続優勝で35連勝を記録することになった。12月には世界ランキング上位選手で争われるワールドマスターズに出場予定だったが体調面を考慮して回避した。なお、2018年の世界ランキングでは2位であるモンゴルのムーフバット・ウランツェツエフ・セーグとわずか17ポイント差ながらも年間1位となった。 2019年3月のグランプリトビリシでは、準決勝でチェルノビツキと対戦すると、大内狩りで技ありを取るも、袖釣り込み越しで技ありを取り返されるが、GS に入ってから反則勝ちを収めた。決勝では、フランスの副兵選手であるメラニー・クレマンに、大外落ちと墨落ちの合わせ技で敗れて2位にとどまり、国際大会の連続優勝記録が8。 連勝記録も38で止まった。6月のヨーロッパ競技大会では準々決勝で連勝記録を止められたクレマンに北条四方型で接続すると準決勝ではセルビアのミリカニコリッチに技ありを選手されるも逆転勝ちした。決勝ではドルゴアを技ありで破って優勝を飾った。8月に東京で開催された。 世界選手権では準決勝でネギ氏であるムンフバットを北条司法型で破るなど全て一本勝ちして決勝まで進むと前年に続いてトナキとの対戦となったが払い腰の技ありで勝利して2連覇を達成したこの際に次のように語ったオリンピックまではあと1年あります日本はすでにオリンピックを開催する準備ができています私は それを今回実感しました。素晴らしい大会運営でした。私は東京オリンピックで優勝することを夢見ています。また、ウクライナオリンピック委員会より奨学金が与えられていることにも感謝の意を示した。なお、準々決勝で、 スペインのラウラ・マルチネス・アベレンダと対戦した際、寝技の攻防で相手の髪の毛を引っ張ると、さらに立ち技でも相手の髪の毛を掴みながら、大外刈りで投げたにもかかわらず、何の罰則も与えられることはなかった。これについてビロディドはヨーロッパ柔道連盟のフェイスブックにおいて、試合に集中していたので気づかなかったけど、意図して掴んだわけでは、決してないし、これは、 自分のスタイルでもない。この件ではラウラに謝りたいとコメントした。さらにその後、自身のインスタグラムでも次のように述べた。相手に敬意を払うことは、アスリートとして最も重要な資質の一つです。世界選手権でのスペイン人選手との試合で、彼女の髪の毛を二度掴んでしまった。卑劣で、ひどく見えたと思います。私のキャリアを通じて、このようなことはなく、 卑劣な試合を見せたこともありません。この出来事に関しては何度か謝罪をしてはいますが未だに恥ずかしく思います。このようなことを決して起こしてはいけないと思います。勝敗やライバル関係、勝利への欲求にかかわらず、私は全ての対戦相手に敬意を払います。10月のグランドスラムアブダビでは決勝でスロベニアのマルシャシュタンガルを北上司法型で破って、 優勝した。2020年2月のグランドスラムパリでは、準々決勝で勘に、技ありを取られるが、合わせ技で破ると、準決勝で、世界ジュニア2位である地元フランスのシリヌブクリを8分以上の戦いの末に、小外掛かりで破った。決勝では、コーチ席の母親が試合中に二度性をかけたことで、規定により退席させられるも、世界ジュニアチャンピオンの小川かなを払え、 巻き込みの技ありで破って優勝した。3月にはコロナウイルスの影響により東京オリンピックの開催が1年ほど延期されることになった事態に対して子供の頃から2020年の東京オリンピックを夢見ておりそのための準備をしてきたのに延期になってしまい非常に動揺しているけど今は安全を確保するための最低に従って健康を保つことが最も重要なことだと 理解していますとコメントした。10月のグランドスラムブダペストでは、コロナ禍の状況で減量をするのは、体調面を考慮すれば得策でないと判断して 52kg 級に出場するも、準々決勝で、ルーマニアのアンドレア・キツに、技ありで敗れた。この際、試合中に、キツの髪の毛を引っ張ったとして主人から注意を受けている。その後の敗者復活戦を勝ち上がって3位になった。 なお、愛イフにより、2019年から2020年シーズンにおける、最優秀女性柔道家に選出された。2021年1月のワールドマスターズでは、準々決勝でムンフバットに一本勝ちするも、準決勝でトナキに一本背負い投げの技ありで敗れた。これにより、5戦目の対戦で初めてトナキに敗れることになった。3位決定戦では、ポルトガルのカタリナ・コスタを、 工場司法型で破った。2月のグランドスラムテルアビブでは、決勝で、ぶっくりに、足車で破れて2位だった。4月のヨーロッパ選手権では準決勝でドルゴワに、大内狩りで一本勝ちした直後、関節を極めにかかってきたドルゴワに、顔面パンチを食らわせたが、審判に咎められることはなかった。決勝のクラス2期戦は準決勝で肘を負傷したために、 大事を取って棄権して2位となった。7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは準決勝で、トナキに横四方型で敗れて金メダルの夢を打ち砕かれたが、3位決定戦でイスラエルのシラ、リショニーを放棄さ型で破って銅メダルを獲得した。これにより父親が叶わなかったオリンピックでのメダル獲得を果たすこととなった。 アイフ世界ランキング4190ポイント獲得で5位。44kg 級での戦績 48kg 級での戦績。2017年11月のグランプリハーグ2回戦から2019年3月のグランプリトビリシ準決勝まで38連勝を記録した。ありがとうございます。